どうもセグウェイライダーのボーカルの高谷です。ベースの和樹です。ドラムのナミです。今回からこうやってラジオを撮ることになりました。はい、第1回目ですね。はい、第1回目まあゆるく撮っていけたらなと思ってます。うんうんうん、そうだね。まあと言っても、実はこれ撮るの2回目でね、2回目ボツったからね。ボツった、ね、1回目ボツったね。うん、なんでボツったの？前回あの居酒屋でこう割とガヤガヤしたところで撮ったっていうのもあるし、そのなんつうの何話してる内容もなんか、うん、なんか好きな YouTuber の話をバーってなんか喋ってるだけだったみたいな。そうだね、反省した、ね、ちょっと第1回にふさわしくないっていうことでそうね、いつか聞いてほしいけどね。うん、ちょっと撮り直してるんですけど、そうだね。まあ大体10分15分ぐらい、うん、そうだね、それぐらいで毎回やっていけたらね、なと思います。うんうん、まあいつかね、その第1回も聞く、流す日が来るかもしれない。そうだね、うんうん、そのうちねでね、うん、今日は今どこにいるかというとね、うん、どこですか？西武園遊園地にいます。はい、西武園遊園地です。行ってきた後なんだけどね。今ちょうどもう何時間ぐらい滞在してたんだろう何時間ぐらいいたんだろうね。何時来たっけ。14時半ぐらいに来たよね、多分。でも7時だから5時間。おー、まあ結構いたね。結構いたね、結構いた。5時間ぐらい結構いた。堪能した。堪能したね。堪能してしたんだけど、なんかアトラクション中止のがちょっと多かったよね、今日ね。うん、多かった。でも、それを跳ね返すぐらい、あのゴジラのアトラクションがすごかったね。すごすぎて、うん。まあ、詳細はね、ちょっと行ってみてくださいって。もうやばいっていうことだけね。言っとこう、ほんと。マジすごかった。なんだっけ、ゴジラザライド。ゴリラゴリラだったらね、そんな楽しくないかも。ゴリラそっか、めちゃくちゃ噛んだ。そっか、カズキゴジラのことゴリラっていうタイプなんだね。ゴリラっていうのか、あれがゴリラだと思ってたから。ああ、なるほどね。見えなかない色的に、まあまあまあゴリラすごいシンプルな髪毛だったね。いいね、ナイスだね。なんかわざと仕込んでたかのような髪型だったね。ツッコミ早いし。まだゴリしか言ってない。もうゴリラ。ツッコミ早すぎる。まあいろいろ言ったよね。なんかあの、うん、最近リニューアルして、うんうん、あのなんつうの、昭和レトロみたいな。そうね。商店街が再現されてたりね。うん、すごかったね。なんかすごいね、ちゃんと再現されてるっていうかね。うん、昭和にもなんか戻っちゃったな、うん、世界みたいな。ねえ、マジで。知らないけどね。スリップしたみたいな。まあ確かに。知らない。知らない。幻想のね。平成生まれだから。そう。なんかね、すごかったよね。うん、面白かった。いろいろ。謎解きもやったりしてね。やったね、謎解き。脱出ゲーム。うん、最後の最後のね、もう一番最後のやつだけ解けないっていうね。悔しい。悔しかったね。悔しかったよ、まあまたどっかでね、リベンジしたいね。どっかの脱出ゲームを、うん、やりたいね、またみんな見事脱出して、うんうん、あれじゃない、俺らの誕生日でいいんじゃない。あ、確かに、ごとにね。2人の誕生日、ね、確かに。どっちか行きたいね、脱出ゲーム。5月だけどね、2人とも5月。2人とも5月だね。5月、2個行かなきゃいけない。9と5月22か、うん、で1回さ、うん、あの天球っていう、うんうんうん、あの東京ドームのとこにあるさ、うん、なんか宇宙ミュージアムみたいなとこでも脱出ゲームあったの。あ、あったね、あったね。でそこナミちゃんと二人で行って、やったね。そこはね、脱出できたんだよ。脱出できた。めっちゃギリギリだったけどね。なんかもうやばかったよね。私が意外と活躍したよね。そんな頭良くないけどね、なんかちょっと最後あのいいとこで活躍して脱出したね。脱出した、うん、あ、てかなんで今日西武園遊園地に来たか言ったっけ。え、言ってない、言ってない、言ってないよ、うん、なんでですか。なんでですか。ナミちゃんの誕生日です。イエーイ、おめでとう。22歳。いや、早いな、もう22歳だ。言ってよかった、22歳。いや、ちょっと年齢あの非公開だから、非公開、ちょっとあのピー入れといて。ピー入れとか。もう一回、やり直し。やり直し。なんでですかって。何ですか。ナミちゃんの誕生日です。誕生日、おめでとう。おめでとう。
ありがとうございます。年齢非公開だからね。年齢非公開で行くからね。あの、うん、俺は、うん、俺と和樹くんは22歳だよね。いやで一応奈美ちゃんは同級生っていう、うん、いやバレるやんことだけ。普通にバレるやつやん。ほぼ似てる。うん、何の話してますけどね。もうお腹空いてるからね。そうお腹空いてるんだよね。一日歩いて、うん、お腹ペコペココッペコペだから、うん、何やねんそれ。謎の逆。焼肉食べ放題しようね。しよう。ああそう食べ放題に行こうかなっていう話を、うん、ね今してたね。しててね、うん、でこれで今6分ぐらいだね、うん、おー結構喋ってんだね、うん、意外とすぐだな。あそうでこのラジオの名前が、うんライドンレディオ、セグウェイライダーのライドンレディオっていう名前で、ライドンレディオ、イエーイ。そう これが正しい言い方です。そうこの前のね、あのこの前に1回目っていうかボツになったやつ撮った時に決まって、そうそうそう、カズキくんがね、そう、そう、なその前回撮った時に、まあ、好きな YouTuber の話と、うんうん、もうほんと最後の数分でこのタイトル何するっていう、うんうん、あれでカズキくんがパッとね、数分で出しちゃダメだったな。いや結構いいよね。でもしっくりきてる、うん、しっくりきてる、なんかちょうどいいよね、うん、ライドオンレディオ、うん、ライドオンレディオ、うん、いいね。セグウェイライドのライドオンレディオ、かっこよ。そう撮っていきたいなっていうね。うん、うん、そうね。うん、なんか話さなかった気がする。何だったっけ。あライブだ、12月12日。あそうだね、うん、次の近々ライブの告知というか報告、うん、すぐにライブがあります。うん、そうだね。どこだっけ。下北沢のベースメントバーか。そうです。うん、フォローミーっていうね、いうバンド、うん、友達のかっこいいバンドの、うん、かっこいいリリースパーティー、そうセカンド EP、 うん、ちくわ、ちくわっていうイベントのタイトルで、うん、うん、なんだっけ、なんか売ってるよね、オムライス。あなんかなんだっけ、オムそばみたいな、そのベースメントの、そうね、オムそば結構ね地味楽しみにしてるから、ね、結構楽しみにしてる。うん、やべえ、腹減った時オムそばの話しなきゃ。もう食べ物の方になって、焼肉じゃなくてもオムそばに行く。オムそばだな。あいいね。でも絶対楽しいよね、もうね、うん、楽しくなることが確定してるイベントだね、うんうん、素晴らしい。ぜひ来てくださいよ。うん、楽しましちゃいましょう。うん、楽しましちゃいましょう。楽しましちゃいましょうよ。うん、そんななんかあったっけ、他言うの。あと今8分だった。まあまあまあ、まあ、なんかさ他にまだなんか言いたいことあった気がするんだよな。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、まあ、そんな、そんなに、うん、そんなもんなんじゃない。うん、それぐらいだよ多分。まあよかったらコメントしてくださいっていうのと、うんうんうん、そうだね。なんか質問箱とか作ろうかなみたいな、ね、なんか質問してほしい、ね、そうそう、匿名とかでもねできるように、なんかコーナーとか作りたいよね。ああ、いいねいいねいいね。うん、うん、そのうち。そうね、そのうち。何、沈黙はダメだ。閉めてよ閉めてよ。閉める、もう終わったんだよ話すこと。もう終わったの。うん、まあ私の誕生日なので、うん、誕生日だからみんなお祝いをしてください。そうね、うん、お祝いをしてください、はい、今年いっぱいはお祝いしてください、うん、プレゼント待ってます。住所は12月。あ、だめだよ。おいおい、住所言ったらダメでしょ。じゃあもう最後抱負だけ言うじゃん、奈美ちゃんの。そうだね、やめて、うん、そういうのマジで。あ、ちなみに奈美ちゃん誕生日12月6日。そうだね、うん、12月6日、ほんと今日ラジオ撮ってるのもね12月6日にまさに遊園地に誕生日の日に撮ってるね。なかなかね、はしゃいだはしゃいでるね、うん、21歳の感想と22歳の抱負で、うん、むずいって、うん、本当に。まず今年1年のね感想。そうね、今年1年は振り返って、うん、なんかいろんな出会いがあって、うん、なんだろうな、刺激的な1年だったけど、うん、なんで笑うの、真剣なんやけど。けど来年っていうか、まあ22歳はもっと、うん、なんだろうな、いろんな人と出会うだろうし、うん、もっと刺激的で楽しい1年にしていきたいです。刺激的って何ですか。なんで分かってよ。なんか楽しいとか、
嬉しいとか悔しいとかをいっぱい経験した。悔しいもん悔しいもん、 もんいや成長するでしょ。だってそうね、経験をいろいろしていきたい。いろいろな経験をして成長したいですね。素晴らしい、素晴らしい、うん、いい人でしょ。じゃあできた女でしょ。頑張って、うん、頑張ってください。頑張ってください。なんかすごい投げやりじゃない、うん、じゃあお腹が空いてるのでね、そうだね、そろそろ、うん、焼肉食べ行こう、はい、行こう、行きましょう。では第1回はこの辺で、うん、お相手はセグウェイライダーのボーカル高谷とカズキとドラマのナミでした。バイバーイ、バイバーイゆる、はい。